おはようございます。おはようございます。今日はいい朝ですね。じゃねえだろお前。誰に会いたいやお前。ほら指示にしか来れんだったら指示をしろお前。リーダーがそんなんでお前人ついてくるかそんなんでお前。朝、はい、もう最悪だったよ。なんか言いました、なんか言いました。もうそれはなんか多分動画に流すと思うからそっち見てほしいんだけど、はい、もう朝から本当に最悪だったね。朝からもう一気にテンション高い人がおったで。鬼がいました。うん、鬼がおった。今日はどんな現場ですか。今日は倉庫だね、はい、倉庫4棟。これ1日1棟ってことですか。1日1棟じゃないよ、もう組めるとこまで。組めるとこまで、てかもう早く終われてれば終わるほどやっぱお金が浮くから、はい、逆にこういうのでかいのが全部きれいに同じとこにあると逆に組みやすいし早い。でもまあでも倉庫だで組みやすいんだよね。あの普通に真四角だね、まあ、最近もうるさいんだね足場。ちょっといろいろ問題があってやっぱり。いろいろありますね。やっぱ足場というぐらい、まあ、人気者になるとねやっぱこういう試練が出てくるんだよね、何でも。はい、それを頑張って乗り越えないとね。他の足場屋さんもちょっと気をつけた方がいいですよ。周りからぐじゅぐじゅ言われますよ。あ、うちらみたいに人気ないとダメですけどね。まあまあ基本的に俺が攻めどんな風に組んでいくかっていう、多分こっち3棟並んどるから本当は3棟並んで1棟最後に組みたいんだけど、3棟の一番奥が組めんって取ったもんね明日だったら。もうまあ今日2棟触って1個飛んだとこ組んでから、まあ、最後手つけようかな。ただ1棟目がこっちからじゃん、距離があるよね、そこだね。でもこういうのって多分塗装屋さんは塗りやすいんだろうね。そういえば1本目逃亡しましたね。ああそうだね、そこだね。まあ、それもあのこの人が上がるからさ、早く1本目の動画上げろ上げろ、だからカメラマンに早く上げてくれって。そうですね、あの日はちょっとあの日だって何時までやっとったの。11時ぐらいまでやっとったの。そんぐらいまでやってましたね。2本目とか決まってるんですかね。2本目トラックこっち持ってきていいんかな。ショウ、俺トラックこっち持ってきちゃるわ。みちゅくんいなくなって寂しいですか。寂しいですよ。リュウジくん好きですか。リュウジくん好きですよ。そう、ヒョウがリュウジくんのこと嫌いって言ったんですよ。本当、はい、いいよ、全然ボコボコにするから。ボコボコにするから、現場で。さあ、やるかい。仕事したくねえな、ほんと。勝手に銀行に毎日お金入っとこうかな。ああ、やりたくねえな、仕事ってな。どうしても。でも、やらなきゃいけねえんだよな。現場って別に撮ることないよね。現場なんて見る人いるのかなと思うよね最近。でも今さ、はい、ちょこちょこ俺もさ他の足場屋さんの YouTube 見るけどさ、はい、意外と塗り替え道場の話題出てるとこもあるんだね。目指せ塗り替え道場とかで テーマはその丸々だけどね、塗り替え道場ってバーンは出てないけど、はい、塗り替え丸々道場とか、はい、てかもううちしかないんでしょとか。丸々道場はそうそう、塗り替え道場ね。でもたまたま DM で来たんだね、足場の会社で塗り替え道場さんの名前をなんか使ってあの出してますよみたいな。ネットパーッと見たらさ、本当にあったんですよ。うわ、さあ組みますか。仕事したくねえけどやらねえとな、終わらねえしな、金もらえねえしな、やらねえと。組んであっち。俺基本最近もうベトナム人に組ましてあげてんだよね、ある程度。あ、そうなんですか。うん、もう練習でみたいな。まあそれもあるし、日本人ばっかやっとってもさ、はい、一緒に連れてくわけやん、やっぱりベトナム人はさ、はい、俺だけできてもやっぱ早くも終わらせてさ、あやっぱ結局ベトナム人ができるから、仕事ができるからその現場が早く終わるやん。もう一人でそう全部できるようにさした方が効率も良くなると思うさ、これから先、はい。そしたらもうね、これやっといて、あれやっといて、言っときゃ今日一日終わるわ。そうっすね、まあ、あとポケモンぐらいやっとくだけ。そうだろ。そんな便利なことある。
それが金儲けってやつ。なんか寺道とか翔ってさ、あいつらも綺麗だけどさ、やっぱりあの細かいとこまで見んのよね。あのまっすぐとかさ、ブワー組んでさ行くやん。多分俺とカンタってさ、この壁の出とかさ、鼻にすげえ気にするんだよね。まっすぐ綺麗に組めるとかさ。平岸さんが前面白いこと言ってましたね。あ、見た。カーボードがあるところはもうカンタだったらすぐ分かる。カーボードこういう風になっとるわ。はいはい、はい、で、このギリギリで突っ張るんだわ。はい、そこにアンチがあるわ。はいはい、でもね、座ってできるんだ。へぇそんな風に見とんだなって俺思った。でも、寺岸くん、寺岸くんはあ、そういう風に思っとったんだと思ったから、はい、あ、じゃあこれから入れたろうと思って、もう。ああ、そうなんだ。そうそう、で、他の人間は、はい、狭いから嫌だとか、逆に。だから、はい、同じ上の高さで揃えて、はい、道板、あの木があるんだけど、長い あれを持ってきてくれたら、はい、あの上に乗って作業するっていう人もいるんだよね、やっぱり。もちろん、やっぱ人それぞれで。そうそうそう、だからこそ、なんか人それぞれに合わしとったらうまくいかんのよね、現場。あ、この人今日ここだから、あ、じゃあこの組み方しようって分からないけどね、誰が入ればって。でもそれって俺らも分からんわけやん、誰が入るかなんて。アシスタントの子もさ、教えんじゃん、別に今日はこの塗装屋さんが入るんでとかなんて言わんからさ、分からんのよ。なんか時々さ、 DM とかでもさ、足場の解説ちゃんとしてくださいよ、最近なんかそのドッキリとか多いですよねとかって言われるけど、フォアなファンしかいないんだよね、足場の人間。そうなんですよね。足場だけで今の12万5千人いったわけじゃないじゃん、はい、やっぱもうみんなあとは個人で見たいんだろうね、個人チャンネルっていうか、個人が何やっとんのか気になるでしょ。だからカンタの休日動画みたいなやつが、はいはい、気になるんじゃないですか。めちゃくちゃ足場組んでかんけど、たまに部材がない時もあるんじゃない。あのダブルで組むはずがシングルで組んどるとこもあるし、はいはいはい、あ、これ多分部材なかったんじゃないかっていうの。大体広い敷地だったらダブルで組むんだけど、はい、シングルで組んでたとこあるで、はいはい、あのここだけなんでシングルだ、多分部材なかったんだろうなっていう、はい、あー、それあると思うんだけど、足らないのかな。あのね、俺らがさ、家見に行けばいいんだけどさ、俺らって忙しいっていうか見に行けんのよ、はいはいはい、その下準備に見に家をさ、はい、でも俺らが見るのはアシスタントって子が一回家を見に行って、はい、その子たちが家の寸法を測ってくんだよね。この壁からここまでが、あの家組む人の敷地幅だよって、はい、でそれを軸にして俺らは組むんだけど、はい、行ったら時々誓ったりするんだよ、それ全部。ああ、そういうことですか。そう、俺らが全部見に行きゃ組めるよ、もちろん、はい、あ、ここダブルで組めるからここダブルにしよう、あ、ここシングルだったらシングルで組もう、はい、だけどそれって俺らが見てないから、はい、その紙だけの情報しかない、はいはい、その紙だけの情報が違ったらもう全部狂ってくんだよ。あ、なるほど、なるほど。だからその営業の子が、まあこっからのこれが家だとして、はい、じゃあその人の家の敷地幅がこんだけだとします、はい、だけどここではダブルで組めるけど、はあの紙では800って書いてあるのに、はい、実際行ったら700とか600しかない、だったらダブルで組めんとかさ、はい、そういう全部誤差が出てくるんだよ、現場で。そういうことっすか。そうそう、そういうのって、まあ、知らないやん、あっち側の人は、はい、だからこそそういう誤差が出てくる、どの現場でも。ただ基本は外注の足場屋さんは大体依頼受けたら、まあ、大体見に行くと思うんだけど、うちらの会社って自社があるからさ、はい、自社の人間が見に行ってもらうみたいな、俺が見に行かんくても。そうするとそういう現象が起きる。他の外部の現場行ったらないよ、そりゃ俺らが見に行くから。そうそうそう、だから外部の人間から気に入ってもらえるのもあるよね、塗りやすいって言って。だから寺西くんにそう言われても、まあ、俺らからすれば黙れず、何言っとんのお前ってこっちの仕組み全部分かって言っとんのかつって女の子は胸あった方がいいよね。そんま、なんか持ち主の顔だと思う。そう、女の子ってやっぱ顔と胸があったら最高だよ。え、まあ、あれじゃないですか。ん、もうバクだったら嫌じゃないですか。体が細かったらいいよ。 K で細いやついねえもん。ワンピースみたいな。そうだって、でもいるよ、いるんだって、まあね、そういう子って、マジでそういう子、いいよねやっぱり。いいよね。いいよね。
あ、芝藩あるあるが、なんでしたっけ。芝藩あるあるが、こうやって綺麗にまっすぐ組む。はい、ピシッとなってますね。でも俺組んでないからね、あいつらだからベトナム人。すごいですね。でも俺と、はい、パンタはこっちタイプなんだよな。あ、ピシッて。あ、みんなそうじゃないですか。みんなそうではないよ、やっぱり。そのショーとか、はい、まあ、寺道は早く組んでなんぼだと思ってるから。あー、はいはい、まあ、そういうショーってやっぱりこの手前までは多分この離れっていうか寸法を測って、はい、出してるんだけど、はい、次に進むときにさ、はい、これ手すりって言うんだけどさ、はい、スッて込まれたの、はい、でこれ打ち込まなきゃさダメなんだけどさ、ハンマーで、はい、でこれジャッキじゃん、はい、でジャッキがさもう上がってる状態、これぐらいに、はい、で手すりって下げないと駒よりちょっと入らんじゃん、はい、ああ、はいはい、こうやって入れるときに、はい、でもさそういうのめんどくさいから手すりを持ち上げて入れたりするんだよね。こうもしなってるとするじゃん、はい、本当だったら綺麗に組みたかったら、はい、ジャッキを下げて入るまでこれを下げるんだけど、はい、あー、はい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 、手すりを無理やり上げて、はい、刺すんよ、はい、でそうするとあっちがずれるんよ、はい、先に、はい、でそのまま組んでくるからだいたいまっすぐ綺麗になってないやつが多い。誤差でちょっとずれてくるんですよ。そうそう、それが多分手並みとしょう。じゃあ結構あれなんですね、実習生の子たち結構意外とこだわり持ってやってるんですよ。だと思うよ。ちょっとこんだけ綺麗に組んでるね。本当に綺麗にまっすぐ。これちょこっとずれとるかなと思って。はい。見とったけど綺麗にまっすぐだもん。でもこんなことができる子って多分いないんだよ。他のベトナム実習生。他の会社の。他の会社の子。はい。だからうちの会社のベトナム人がすごいって言われる理由だよね。あ、そうなんですか。そうそうそう。やっぱ上がいいと。ってことですかね。そう思うよ。やっぱり。そう思う。そうです。そうそう、上ができる人間だと下もできる。はい。だからちゃんと教えてあげるか教えてあげないかじゃない、やっぱり。うちの人間なんて日本人ぐらいレベルで使えるよ。そうですね。さっき見てたらすごいですよね。